ペイントボール用のゴーグル第 i5 の紹介をしたいと思います。こんにちは、箱です。いつもご視聴くださりありがとうございます。自分はですね、サバゲーでもうずっとこのマスクばかり使ってるんですが、外のフィールドでもそれからインドアのフィールドでも万能にですね使える非常に優秀なマスクだと思います。このマスクの特徴としては、まず、視界がとても広いこと、それからレンズがですね曇りにくいです。で、あとは耳までしっかり守れることと、メガネをした状態でもこれを装着することができます。もう昨今のねサバゲー界隈でもすごくね人気が出てきて、結構な人がですねもうこのマスクを使っているのを見受けられます。もともとは海外のペイントボールなどで使用されているものだったんですが、それがですねサバゲーでもまたみんな使われるようになって、使い勝手と性能が自分自身とても気に入っております。じゃあそれではですね、少し細かいところを見ていきたいと思います。まずこれが正面ですね。そしてこちらが左側面、右側面の様子です。見えますかね。 GoPro のマウントを取り付けてるんですが、これは別に純正のものとかじゃなくて強引なんですけど、結束バンドなんかを使って取り付けております。主に自分はインドアで使用しているこちらのレンズなんですが、ダイタニウムサーマルレンズだったかな。赤系のクリアレンズですね。このクリアレンズがですね、もう本当にインドアでよく見えます。非常に気に入ってますね。だいぶゲームで使用しているので傷が結構いってるんですけども、それでもねすごく頑丈なんで全然安心して使えますね。 i5 の特徴としては、全体的に細めなシルエットですね。それからこちらのこのダイヤルの部分を回すことによって、ある程度バンドを締め付けることができますので、自分の頭のサイズに合わせて固定することができます。顔に触れる部分のクッションですね、スポンジの部分はすごく柔らかくて顔にとても優しくフィットします。これはね交換も可能です。ちょっと見えますかね、見え方ですね、こんな感じです。耳の部分にもパッドがあってですね、こちらも取り外したりすることができます。それからこちらには顎を固定する紐もついてます。すごい激しい動きをしてもですね、もう全くずれることなくしっかり固定できます。このゴーグルをですね、真夏とそれから真冬と全部のシーズン使ってみたんですが、本当に一回も曇ったことがないです。いろんなゴーグルをたくさん使ってきたんですけれども、本当に曇らなかったのはこのゴーグルだけなんですよ。実際にこれを装着してエアガン構えた時のストックへの方付けがどういう感じにできるのかを少し見ていきたいと思います。はい、まずはねこういう普通の M4 系のストック構えてみたいと思います。若干顔をね横に傾けるか、もしくは顎を引くか、まあでもね全然構えられますね。これちょっとストックがね細いタイプなんで構えやすいっていうのはあるんですけども、構えることはできますね。はい、東京マルイのスーパー90だったかな、エアコッキングのショットガンです。うん、まあ、全然構えて撃つ分には全然見えますね。いわゆるバズーカ持ちですかね、このバズーカ持ちしたらこれはこれですごく見やすいです。はい、なのでショットガンもいけます。でちょっとねこのマスクをつけてこの銃を使うことは多分ないと思うんですけど、ちょっとね試してみたいと思います。あれ、え、全然普通に構えれる構えられましたね。しかもスコープもよく見えます。いやちょっと意外でした、構えられました。でこちらが、自分がですねメインで使っている G&G のワイルドホッグなんですが、ロドギケンさんのオフセットマウントを使って1段ストックを下げています。こうやって1段下げるとすごい自然に構えることができます。スイッチもですね、スイッチしても、はい、こう顔をですね極端に傾けることなく自然にまっすぐ構えることができます。まあいろんな構え方ありますが、こうやって構えてもしっかり見えますね。肩にストックを当てても全然見えます。すごく見やすいです。あ、暑い調べたらですね、どうも i5 もう生産終了っぽいんですね。いやー残念ですね。なのでしっかり大切にね長く愛用していきたいと思います。
それではこの動画そろそろ失礼したいと思います。もしこの動画チャンネル気に入っていただけましたら、チャンネル登録ボタンを押していただいて高評価ボタンも押していただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。